カースが潜んでいる。しかし二人は感情を抑えきれなかった。ジョジョは叫んだ、シーザーの名を。リサリサは流した悲しみの涙を。けれどもシーザーの名を呼んでも帰ってくるのは残酷な静寂だけ。シーザーは死んだのだ。ジョジョとリサリサは静寂によってこの事実を実感した。その身尽きてもその魂は死なず。シーザーツェペリ、ここに眠る。何をやったってしくじるもんなのさ、ゲス野郎はな。アリーベデルチ。